初のメッセージ。あ、すみません、留守番電話で失礼します。あの、本社の鵜飼です。先生、今どちらですか？いつもの喫茶店でお仕事中ですか？ですね、明日からご担当いただく生徒さんの件でお電話しました。お名前は宮本ひかりさんという生徒さんで、短期コースで7日間のレッスンをご希望されています。なんでも来週にある試験でいい成績を残すことがご両親のお願いとのことで。それでですね、先生、レッスンは明日からなんですが、生徒さんご本人との顔合わせだけ今日のうちにお願いしてもいいですか？すみません、留守電でお願いしちゃって。また連絡しますね。それでは先生、ひかりちゃんのことよろしくお願いしますね。メッセージは以上です。誰？あ、家庭教師の先生？玄関に知らない人の靴があるから変だなと思ってたけど、まさかお母さんと二人で私を騙そうとしてるんじゃ。やっぱり。だって私そんなに成績悪くないし、家庭教師なんて必要ないです。そりゃ別に良い方でもないけど。